雪が降ったら雪道試乗チャンネルということで、その責務を果たしていきたいと思います。今日はこちらのセレナの e パワー、まあ、ここまで上りではありましたけれども、正直私思ってたよりは燃費良、かったです。ちょっと輪立ちみたいなところにタイヤがかかった時ですね、若干ハンドルが取られる感覚はありました。まあ、これ当然ちゃ当然なんですよね。で、ただし直進性は十分保った状態で走行を続けております。少し多分片輪がですね、スリップするようなシーンになってると思うんですよ。そういうシーンでですね、ステアリング若干取られる感覚はありますけれど、それに加えてですね、e パワーのパワー制御がすごく有効に効いている感覚は分かりますね。アクセルを一定の回路で進んでいても、こう細かくパワーの出力の調整を、している感じがありまして、でこちらも常々お伝えしております通り、 e パワー車、そしてまあ EV もそうです、1万分の1秒単位でこの車の空転とか、挙動を監視しまして、そしてタイヤにかけるパワーを調整をしてくれています。その調整がしっかり効いているので、今上りの区間ですけれども、この足元不安定な中でも安定して走ることができるようになっているんですね。すごいな、見てください、この路肩の雪の壁、しっかりですね除雪をしていただいた、その除雪の雪かきをした跡が、ちょっと壁になっています。はい、そしてどんどん傾斜が急になってきております。トンネル内ということもあって、一応60キロで走ってるんですけれど、この傾斜をですね、あとバッテリー残量残り少ない状態で少しアクセルを踏み込みました、パワーをかけるとですね、ぐっと一段高い回転数で発電用のエンジンが回っているなという、そんな音が聞こえています。でその代わりですね、バッテリーもちょっと充電率は増えております。で e パワーの車って加速具合、アクセルの踏み具合と、あとエンジンの回転っていうのが一致しない車になっていまして、でもちろんこうバッテリーの残量に余裕があるときはエンジンは回さなかったり、あと細く回していたりとか、でバッテリー減っているとき、そして今のように峠道でパワーを使うようなシーンではぐっと回転数を高めて発電量を増やすという、そういう動きをしています。ただし、そんなにこの食い違いっていうのはそこまで強く感じないかなというところもありますね。ちょっと車線変えましょうか。はい、輪立ちになってるところを少し超えましたが、おー、全然問題ないですね。しっかり安定して走ってくれています。今ですね、結構積もったシャーベット状の雪をですね、散らしながら走っちゃったんですけれども、いやそういうシーンでも今ぐらいだったらハンドル取られることないですね。はい、またカーブしながらのちょっと、不安定路ですけど、はい、こういうシーンでもしっかりこう車体のこう挙動を乱すことなく走っていきます。お、いいですね。ちょっと下は一部凍結みたいな感じかな。少し振られる感覚はありますけれども、でもいいですね。しっかりこうパワー制御も効かせながら安全にコーナリングをしていってくれてる。車体のブレは感じないわけじゃありませんが、それが不安感につながるようなこともありませんね。急に路面にしっかり雪が残っている。こういうですねコーナリングの部分、特にセレナ背が高い車ですというところもあって、こういうですね大きなコーナーってこうぐっと外に遠心力がかかりやすいんですけれど、ただそういった、雰囲気もですね本当に感じない。こう車体が持ってかれてる感覚も感じないですね。今こういう路面の怪しい環境でミニバンに乗るってもうちょっとこう不安感あるかなって正直思ってたんですよね。もう少し車がこうずるっと行く感じがあるというか、外に膨らんでいく感じがあるというか、でもこのセレナ e パワーはそれが本当にない。
ビタッと安定して、ね、ステアリング一定に保ってるだけでしっかり狙ったコースをですね、走行してくれてるというのよくわかりますね。はい、ここからまあ少し短い区間ですけれど緩い下り坂になっております。まあ、こういうシーン特にですねこう下り坂の先がこの後ちょっとコーナーが続くような部分なんですけれど、そういう時ですねスピードを落としたいんですがこの辺りですね、セレナにも搭載されております E ペダルうまく使っていただくことで安心できる速度に、しっかり落とすことができます。ブレーキペダルを踏む必要はございません。アクセルペダルをこう調整をしてあげるだけでですね、一定のスピードを保ってくれますのでこの辺りも本当に毎回言うんですけれどこういうシーンで本当に安心感が高い。はい、ここですねこういうシーンです。ちょっと、下り坂も急になってプラスカーブなんですよ。こういうところがスリップ危険かなり高いんですが、はい、どうでしょうかセレナ、まあ、凍結路ではないんですけれども、はい、しっかり安定したスピードを保ってそして、はい、外に膨らむこともありませんね。安定してコーナーを抜けてまいりました。極端にスピードを落とすなんていうこともしてないんですけれど、まあ、これですね普段から運転されてるとよくわかるかなと思うんですがこういう不整地で走るときって特にこうこのスピードでいけるかな安心できるかなって実はあんまり深く考えないで走るんですよね。ただし車のこのわずかな挙動とか、不安感によって、自然とスピードが落ちるそういうことがあるんですけれど、このセレナに今乗っていてそういう不安感、車のわずかなブレみたいなところをほとんど感じないので、一定速度で安心してですね走っていくことをできているんですよ。で今もこれ多分タイヤチェーンの跡なんですけれどかなりこうガタガタの、路面になっておりますが、まあ、もちろん車体こう振動はきますけれどこういったところもでもしっかりいなしてくれているその上で、タイヤの設置がですね損なわれていないなというところも分かりますね。本当不安感なく走っていくというのがこのセレナですね、まあ、こういう雪道こう凍結路もそうですし、それ以外の普段のオンロードの時にもですね、どんなシーン走っていってもミニバンによく感じがちなこう車が外側に振られるとか、不安定になるとかあとシーンによってはこう風に煽られるとか、そういう不安さっていうのがすごく少ない車になるんですよね。ここまでですねちょっとエコモードで走ってきたんですけれど試しにモード変えてみましょう。スポーツモードにしてみます。そうですねやっぱりスポーツモードにすると、こういった峠道よりですね機敏に加速をしてくれるようになっていますがでもスポーツモードにしたからといってなんか変わることはないですね。なんならしっかりこう前に出ていってくれますね。はい、スポーツモードで軽くアクセルを踏みながら、はい、コーナリングしていきましたが全くブレはございません。でエネルギーモニターの方ちょっと話戻しますと今ですねかなり減ってます。4分の1を切っております。なんでこうパッと見たかというとエンジンが少し高回転で回り出したんですよね。その音が聞こえてきたので、久しぶりに見たという感じですけれどまあでもこういった上り坂ですね上りがあれば当然下りがあるというところで上りの区間ではおそらくあんまり積極的にバッテリーをたくさん貯めないようにするというそんな動きをしてるんだと思うんですよね。で特にこのセレナのメイクオプションナビ今日もメイクオプションナビつけていますけれどこのモデルに関してはルートガイドをしていただくとそのルートに応じた、バッテリーマネジメントをしてくれる、燃費を良くしてくれるというそういう制御をする車になっていますので、まあ、よりですねそのあたりが働いてくるんじゃないかなと思います。今日はルートガイドを設定してないのでルートに応じたバッテリーマネジメントはしてないとは思うんですけれども、まあ、でもすごく燃費的にですね良さそうな感じがありますね。はい、トンネル内ですねなんか工事をやってまして
結構待たされました。すれ違いのために、待ってたのが多分3分くらい待ってましたかね。その間ずっと停車してたんですけれど、ただしエネルギーモニター上でも見てて、バッテリーがリチウムイオンバッテリーがちょうどですねある程度溜まってた状態だったので、この停車中エンジンはかからずに待っていました。ではですね、このトンネルを抜けた先にあるいつもの駐車場で U ターンをしていきたいと思います。あー、入るの難しそう。工事関係車両が多分止まっていて、あーそうですね、はい、残念ながら今日はここの駐車場入れませんでした。あー残念残念。そしたらですね、ちょっとどこか、近場で U ターンをして戻っていきたいと思いますが、あーしかしここ結構怖い路面ですね。しばらく長い間トンネルにいたので油断してましたけれど、はい、ここの区間もですねちょっと傾斜が急で、かつですねスピードが乗りやすい、トンネルを出たところなのでスピードが乗りやすくて、でもぐーっとコーナーが続くという、長いコーナーがですねあるという、そんな区間となっておりますが、いかがでしょうか。どうしようかな、ここからの U ターン私ちゃんとやっとくことがないんですけれど、ここで曲がるといけるのかな、ちょっと試しに行きたいと思います。はい、あーこういうこうぐーっとしっかりスピードをですね落とさないと曲がれないんだけれど、でも足元不安定みたいな、そういうところブレーキ踏むの結構怖いんですけれど、今のシーンってすごくスリップしてですね、車一回転とかしやすい場所なんですよね。でもそんな中でもEペダルを使うことによってですね、しっかりアクセルペダル離すだけで十分な減速が得られます。でこの路面状況をしっかり検知しながら車の挙動が不安定にならないように減速をしてくれていますので、はい、ここもそうです、一時停止ですけれども、はい、いかがでしょうか。不安感なく、はい、停車いたします。いいですね、ちょっとした、はい、発進加速です。今スポーツモードで雪道での発進加速いたしましたが、なおかつですねちょっとこう曲がりながらというシーンでしたけれど、はい、安定して走ってくれていますね。はい、周りに車もいませんので少し減速をさせてください。走り出します。あーはい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 、今スポーツモードですけれど、アクセルを踏み込んで完全にタイヤ空転をしました。で空転した瞬間にですね、出力を抑えて、優しく前に走り出す、その感覚しっかり見えましたね。なので結果的にはちょっと傾斜のある坂道へ、なおかつ下ちょっと不整地ですけれども、ゆっくり着実に前に走り出すということをやってくれました。はい、では来た道戻りたいと思います。ちょっとですねいつもと少し違うルート取りを最後しちゃってるんですけれど、はい、ここで改めて燃費のご報告をさせてください。福島市太平寺を出まして、ここまでの走行距離が 32.7 キロ、そして平均燃費がリッター 10.5 キロです。はい、まあ、リッターでも10キロは超えてきました。結局ずっと途中からはですね足元不安定な中で、かつあと途中からスポーツモードに変えさせてもらいました。スポーツモードで走りながら、登ってきましたけれども、リッター 10.5 キロです。申し遅れましたが、本日はエアコン設定温度22度のオートで、ずっと走ってきております。さっきはスポーツモードで走り出し試したのでスリップ大きく感じましたけれども、エコモードで走っていただければよりですね安定して着実に前に出るっていうことをやってくれるかなと思います。雪道はスポーツモードはそんなにおすすめはいたしません。はい、またしっかりスピードを落として、はい、カーブを曲がって参りますと、はい、Eペダルで安心して走っていけています。試しにオフで走ってみましょう。これ
大丈夫かな、怖いな、どうなんだろう、不安不安、すごく不安。おお、すごい、めっちゃすごい。